YouTuber 始めてどうですか？あのうちのチームのやつですね。ネットとか上げてもいいんですか？はい。いただきます。うわ、美味しそう。で、これ写したこれ。上から。したからね。そう。ありがとうございました。でも辛いのはね。これは勝負ではないけど。まず混ぜるんだって。あれ地元カレー屋。そうなんですか。行ったっすか。はい、カレー屋ってなんか今週一で。みぬきよカレー行った。行ってきました。結構うまいですね。そうそう、あの子うまい。なんかかなり研究してるっていう。これなら辛さ的には全然大丈夫ですね。でも前行った時より全然辛いですよ。途中でね、これ入れたり、これですよ。今度は追加料金のマックス行こうかな。この感じならいけそうだ。味気がいいですよね。確かにラーメンにこういうのは珍しいですね、うん、MC やってると YouTuber 向きかもしれないですね。喋る能力って多分かなり大事っぽいんで。なんか最近イベントの感想を猫に喋ってるっていうわけのわからん動画出してるんですけど、やっぱ喋るだけでも難しいですね。どうか僕のあれは喋りはどうですか？何回か見てる。MC やってる時はすごいなんか明瞭ですね。ああ、なるほど。普段のねこういう時はこういう時はなんか静かでしょ。もうオンオフがねやばい。そう、仕事の時のオンオフの感じはやっぱりそこら辺違いますね。プレシストキッズっていう映画、ドキュメントで B ボーイのフレミそれがあるんですけど、その中の途中で、その中にね途中で、ね、あの千の技を持つ男スパイってやつが出てくるんですよ。マジ千の技。千の技ね、僕ねブレグッツ歴20年近いんですけど。千の技言えないんですよね。でこうまあ多分まあつなぎとか、ちょっとしたことを含めて千種類の動きっていう意味で言ってると思うんですけど、まあいつ見ても違う動きをするすごいやつなんだっていう意味で言ってるかもしれないですけど、それがねなかなか日本語訳は千の技を持つと思ってるんで。400戦でしたっけ？400戦。4000を4000やってん。ダンスで負けないっていうの無理でしょ。4択やって無敗ってことは、毎週イベント出てもね、年50回イベント出て8年間負けてないんだろう。そう、すごい。どんなかっこいい。そいつがエントリーするだけエントリー下がるかもしれない。めっちゃ優勝してるっていうの。言うてもどうだろう。相当優勝してるけど5割とかじゃないですかね。ヒクソン・グレイシーとかすごいですからね。競馬でインディーっていう、まあ、昨日もね、勝ったんですけど、7連勝で、7連勝で、大体オッズが平均2倍ぐらいかな、その、まあ、強いから2倍以上かな、1万が2万になって、まあ、投資金含めて3万でしょ、3でいって次6になるでしょ、7連勝でどんだけいくねん。食べたよ、美味しい。うまかったですね。なかなか当たりの店ですね。いや、まあ、俺僕もハビキノのダンサー代表チームやっとったから、よくハビキノ遊びに行くけど、遠いもん、遠いけど、まあ一番
羽曳野台のパインコーンっていうカレー屋さんがうまいですよ。パインコーン。パインコーン。なんで知ってんねんってみんなから言われるぐらい。余裕があったらちょっと行ってみよう。